はい、まあ、まずはですね、範囲をちょっと決めたいと思います。えー、こちらの範囲、今、灯籠よりも相当範囲が広く設定されてますよね。この四角です。これですね。はいこれをまず、灯籠の範囲に合わせたいと思います。はいこちらの方からですね、見ていただきたいんですけども、今、ビューはパースペクティブになっているんですが、例えば、えー、トップから見ましょうということで、トップから見ますよ。そうすると上から見た図になるので、ここでね、まあ、灯籠だろうなと思う範囲のところを囲っていきます。 よいしょ。こんなような感じ。灯籠であろう範囲。まあ、映したい範囲ですよね。そして、トップからフロント。はい。これもまあ、こんな感じかなっていうので、だいたい詰めていただきたいと思います。別にここカメラの範囲の、あの、外とかなんか関係なく、オブジェクトが映ってる場面で結構です。こんなような形でやっていきます。特に上とかね、結構注意なんですよね。欠けちゃったりとかするんで、ね。あと下地面。 はい、ここかなという感じに設定します。はい、まあ、このような形ですね。だいたい範囲の方が決定できたら OK なんですけども、まあ、なぜこの範囲というのを決めるかっていうと、まあ、例えばここで言うと、こういう後ろの城壁も映っちゃってるじゃないですか。なんかこう。 石ですね。これがちょうどここに入ってるんですけど、範囲を広げると、この範囲までも一緒にやっちゃうっていうかですね、処理しちゃうっていう形になります。ただ、この辺点がもうね、薄いんで、ほとんど形がわからないということもあるので、今回は灯籠に絞るという形で、このような形に設定しました。えー、次なんですけども、今度は地面の設定です。えー、シーン 3D ですね。このツールから、グランドプレーン、セットグラウンドプレーンというのがあります。はい。こっから、 グラウンドの方を決めたいと思います。まずここを押しましょう。はい。そうすると、ここに地面ですね。地面がどこなのかっていう角度を決めるという大方が出てきました。これ、何を指してるかというと、ちょうど角度がね、偏ってるかどうかっていうのを確認するためのものです。移動させるにはダブルクリックすると、これが移動してきます。はい。大方どこら辺にあるのかなっていうのを確認してみましょう。まずトップから見ましょうよということで、はい。 ちょうど、ここの真ん中あたりに、はい、持ってきます。まあ、超正確じゃなくてもいいんですけどね。そして、フロント。はい。と、大体のこの角度ですね。地面がどうなのかというところで、ここをね、ちょうど光ったところ。よいしょ。よいしょ。はい。ここで地面の角度をね、ちょっとこう決めていただく。曲がってた場合とかあるじゃないですか。これをまあ、調整するために使ったりします。 はい。えー、ついてですね、コントロールポイントっていうのをやっていきたいと思います。えー、コントロールポイントと何かっていうと、まあ、いろんな写真で捉えた画面があると思うんですけど、まあ、ここの画面とこの画面は一致していますかこの画像のポイントっていうのは他の画像でいうとここにしっかりとありますかっていうのを定義付けるためのものになります。または距離を測るためでもありますね。ここでいうとですね、画面っていうのは別の画面になってまして、まあ、今回はですね、一つのカメラで撮影されてますので、また次回に細かく解説したいと思います。 はい。えー、無事設定が終わりましたら、いよいよ 3D 化していきたいと思います。まあ、ワークフローで読み込みました。アライメントで配置しました。そして、えー、今度はメッシュモデルです。こちらの方になります。まず、セッティングの方をちょっと見ていただきたいんですが、こちらの方を開くとですね、GPU、あの、3D になると結構その要素、その <laughs>、ビデオカード要素が結構出てくるので、何が入ってるかをね、ちょっと確認していた方がいいのかなと思いますね。 はい。ではですね、早速やっていきたいんですが、まあ、ここでですね、プレビュー、ハイディティール、セッティングってなんですけども、まあ、ノーマルっていうのが一番大きくなってますよね。まずこの設定でやっていただくといいと思います。プレビューはもうちょっとね、あの、雑になっちゃうんですけど、ノーマルでまずは押します。はい。そうすると、この天群データを、まあ、 ポリゴンですね三角形のポリゴンバ,バババババババッと埋め込んでいって、まあ、この点と点の間をねちょうどつないでるような形になるんですけども今回ねポリゴンの数を落とすこともできたりするんですけど今回ちょっとそういう設定はなくね普通にやっていきたいと思いますまあこれもあれですね天群のデータの大きさによってだいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますはい、えー、無事ですねこのような形で灯籠が完成しました ちょっと見てみましょう。はい。こんなような感じですね。完成したものをですね、ちょうどこちらのコンポーネントのところから、モデル、パートっていうのがありますけども、パート0ですね。モデルのパートを見てみますと、1、10、100、1000、10万、61万、660個のポリゴンで、えー、成り立ってますよっていうのが確認できます。まあ、これ結構、あの平面多いっていうか、そんな天群ないんですけど、めちゃくちゃある場合、結構すごい数字になっちゃったりするんで、そこだけ気をつけてあげてくださいね。 でこぼこが多いものほどあのやっぱり凹凸が多いものほどいろいろとポリゴンの、ね、複雑さが増してくるんでこの数値が高くなると思ってあげてくださいはいこれがですね見た目じゃなくうまくいってるかどうかっていうのはこちらの、はい、メッシュモデルのツールからチェックインテグリティですねこれでまあ三角形が壊れてるかどうかというのを確認することができます、まあ、このモデルは問題なく OK ということになりますそして今度は、はい、チェックトポロジー はいモデルトポロジーチェック、こちらの方も問題ありません。これ、穴とかねあの、なんかおかしいと出てきたりします。はい、続、えー、いて出来上がったものなんですけども、余分なものがついている。<laughs> ついてますね。なんか、シャワ専用クみたいな、色用ザクの角がついています。これ、角ないですよね。角はないですね。 ここで終わってます。なんでこれいらないよって取り除く。そういったことをちょっとやってみたいと思います。新 3D のツールスから、ロストレクトボックスながあるんですけど、投げ縄ツール。はい。これで、こんな感じでね、囲っていく。よほそして、フィルターセレクションっていうのを押すと、今選択した部分が、はい、切り取られます。 <laughs> ちょっと、あれだな、雑でしたね、雑でしたね。<laughs> はい、まあ、まあ、雑ですけど、この辺ちょっと皆さんうまくやっていただければと思います。あとはなんか下にもあったな、なんか。ああ、この辺ですね。この辺がありました。ちょっと一回閉じまして。はい。ああ、この辺ですね。この辺ちょっと厄介ですね。じゃあちょっと取り除きたいと思います。えっ、ー、と、これ上から見た方がいいですね。上からトップビューで見て。 これですねここにあります。同じようにツールで、えー、っと、まあこんな感じで、よ取り除きましょう。はい、あとですね、下にこういうものが出てしまった場合、ジャギーみたいに出ますよね。えー、この場合はですね、四角形になってるので、こういう感じにして、ほんとぴったしつけてあげちゃうとうまくいくと思います。はい、これで、 また同じようにメッシュモデルからノーマルディテールを選択しますそうするとまあ本当に灯籠のぴったしの部分でやれるといった形になりますはい、えー、無事完成するとこのような形になりますはい灯籠ですねさあラストにこれにですねいよいよテクスチャーの方を割り当てていきたいと思います